さてと。もしかしてフフフ楽しみだ。なるほどね、任せろ。よし。どうかな。もしかして、え？つまり、いいね。よし。うん。待て、誰かいる。聖号騎士。そんなところに立っていないで入ってきたまえ、囚人君たち。さすがに我が子アリス様は軽眼であることよ。囚人の脱走という万に一つの事態を見事に予期なさるのだから。アリス様、我が子。もちろんすぐに地下牢に戻ってもらうが、その前に少々厳しいお仕置きが必要だな。君たちも覚悟の上だろうね。ならもちろんあんたも俺たちが無抵抗にお仕置きを受けるとは思ってないよな。威勢がいいね。まだ学院を卒業もしていないひよこだと聞いていたけど、大したものだ。そのから元気に敬意を表して、君たちの天命を残り一滴まで減らす前に名乗っておこう。私は聖号騎士エルドリエ・シンセシス31。ほんの一月前に天界より召喚されたばかりで、未だ統括地もない若輩だが、そこはお許し願おうかな。戦うぞ。
俺が先に相手するから、遊女は合図を待ってくれ。うん、でもキリト、僕もう迷ってる場合じゃないんだ。あいつに勝てなきゃとてもカセドラルは登れないぞ。いや、迷ってるわけじゃなくて、僕あいつの名前、うん、後にしよう。了解。だけど無理はするなよキリト。なるほど、剣もなしにどうするのかと思っていたが、その鎖を武器にするつもりか。これなら少しは戦いがましい戦いを期待できそうかな。ならば私も剣ではなくこちらを使うとしよう。それでは氷教会と禁忌目録に背いた挙句、牢破りまでしたその覚悟に敬意を表して、最初から全力で相手をさせてもらうよ。アリス様が警戒するわけだな。型も何もない攻めだが、それゆえに私の予測を上回るか。よもや記憶解放の奥義まで使うことになるとはね。記憶？あなたこそやっぱりさすがだ聖護騎士殿。この状況で感心している場合か。やっぱりってどういう意味だ。僕最初からどこかで聞いた名前だと思ってたんだ。さっきようやく思い出した。この人はね、キリト、今年のノーランガルス北帝国第一代表剣士、そして四帝国統一大会の優勝者、エルドリエ・ウールス・ブルーグだよ。私が北帝国代表剣士、エルドリエ・ウールス・ブルーグ。その通りです。学院の掲示板に確かに書いてありました。紫の髪の美丈夫で流麗極まる剣術で全ての試合を一本勝ちしたって。違う、私は聖護騎士エルドリエ神聖室31だ。知らぬ、ウールス・ブルーグなどという名は。でもあんただって生まれた時から聖護騎士だったわけじゃないだろう。騎士に任命される前はそういう名前だったんじゃないのか。知らん、私は知らん。私は最高司祭アドミニストレーター様の招きを受け、聖護騎士として天界よりこの地に召喚され、エルドリアについて他に知っていることはないか。何でもいいからこいつの記憶をもっと呼び覚ますんだ。エルドリア、あなたは帝国騎士団将軍エシドル・ウールス・ブルーグの息子だ。母親の名前は確かアルメラ。そう、アルメラだ。そう。
そうだ、思い出せ全部。罪人よ、騎士サーティワンから離れろ。高貴ある聖豪騎士、堕落の誘いを試みたち、もはや許せぬ。獅子を射抜いてから牢に叩き返してくれるわ。走れ。ここはもうセントラルカセドラルの内部なのか。そうであるとも言えるし、違うとも言えるな。わしが本来の扉を消去したゆえ、この大図書室はカセドラル内部に存在するが、何者も入ってくることはできない。わしが招かない限りはな。大図書室。うむ、ここにはこの世界が創造された時よりのあらゆる歴史の記録と天地万物の構造式、そしてお主たちが神聖術と呼ぶシステムコマンドの全てが収められておる。あんたは一体誰なんだ。わしの名はカーディナル。かつては世界の調整者であり、今はこの大図書室のただ一人の司書じゃ。あらゆる歴史、四帝国の建国以来の年代記が全部ここにあるんですか。どうじゃな、読みたければ書家の本を読んでもよいぞ。どれでもいくらでもな。少し休んで作戦を練り直そうぜ。どうやらここは安全な場所みたいだしさ。賢明じゃな。さて、お主ら、右手を出せ。ああ。すごい。ありがとう。うむ。あの階段から先が歴史の回廊じゃ。ありがとうございます。それでは少し失礼します。ここにある創世記は氷協会の最高司祭が口述して筆記官に書き取らせた創作物ではあるがな、残念ながら。じゃあやっぱりこの世界に神様は実在しないのか。ステーシアもソルスもテラリアもベクタも。オラン、アンダーワールドの民が信じている神話は教会が支配権を確立するために作り広めたものに過ぎん。神たちの名は緊急措置用の最高権限アカウントとして登録はされているが、外の人間がそれでログインしたことは一度もないよ。あんたはアンダーワールドの住人じゃないんだな。この世界の外側、システムの管理者たちに近しい存在だ。うむ、そしてそれはお主もじゃな、無登録民キリトよ。ああ、そうだ。アンダーワールドを作った者たちの名はラース、 RATH。 そうだな。いかにも。そしてあんたはカーディナルシステム、
仮想世界を制御するための自律型プログラムだ。ほう、それを知っているか。あちら側でわしの同類と接触したことがあるのか。まあな。でも俺の知る限りカーディナルシステムにそんな擬人化インターフェースは組み込まれてはいなかった。一体あんたはどういう存在なんだ。この場所で何をしているんだ。それではこの世界についてお主に話すことにしよう。随分と長い話にはなるがな、このアンダーワールドはある目的を持って外部のものによって作られた箱庭、人工世界じゃ。原初わしがまだ意識を持たぬ管理者だった頃、現実世界から4人の人間がこの土地に降り立ち、人工フラクトライトの子供を育てたのじゃ。その際に後の禁忌目録の礎となった善悪の倫理観が教えられた。原初の4人、つまりこの世界を作ったラースの研究員たちか。うむ。じゃがおそらくその原初の4人の中に知性に秀でていても善ならざる者が一人だけ存在したのだ。そやつがいわば汚染したのさ。その結果、子に所有欲や支配欲といった利己的な欲望を伝えてしまった。その子供が祖先となったのだ。今の人界を支配する貴族や皇族、そして氷教会の上級司祭たちのな。この世界を支配しているのは最高司祭アドミニストレーター。彼女が禁忌目録を作成し民を支配している。かの女が現在のこの永遠に停滞した世界の支配者といえよう。また外部との連絡手段を持つものである。順に話そう。氷教会という絶対統治機関が作られたのはおよそ350年前のことじゃ。原初の4人のログアウトから数十年後、住人たちはすでに数人の領主に支配されていた。ある時反目していた領主家の間で政略結婚のようなことが初めて行われ、一人の女の赤子が生まれたのじゃ。天使のような可愛らしい容姿と全フラクトライトの中でも最大級の利己心を併せ持った赤子がな。名をクイネラという。後にアドミニストレーターと名乗るクイネラという少女は神聖術の修練という天職を与えられ、神聖術つまりシステムコマンドの解析を始めた。クイネラはわずか11歳の時に無害な金飛び狐に攻撃術を試し撃ちし、権限上昇の仕組みを発見したのじゃ。やがてクイネラは夜ごと家を抜け出し、家族や村人に隠れて殺戮を続けたのじゃ。クイネラの権限レベルは際限なく上昇を続けた。同時にコマンドの解析も着実に進み、彼女は天命回復や天候予測といった当時の民にとっては奇跡にも等しい数々の術を操れるようになった。そして神の申し子と信じられ、セントリア民たちに崇め奉られたクイネラは、神のために祈る場所が必要だと告げ、すぐに村の中央に白大理石の塔が建てられた。それこそがこのセントラルカセドラルの原型よ。そして同時に氷教会350年の歴史の端緒じゃ。禁忌目録を生み出したのはこの世界を支配する氷教会の最高司祭アドミニストレーターじゃよ。それでもあの女が禁忌目録を生み出した理由は決して道徳心のためなどではない。クイネラの支配体制は盤石となりつつあり、人口は増加し人々の居住地域も拡大していった。じゃが己の目が届かぬ部分が出てくるとクイネラは不安になったのじゃな。辺境の地で自分と同じように神聖術行使権限の秘密に気づく者が現れるのではないかと。そこで彼女はあらゆる人間を確実に支配するために
明文化された法を作ることにしたのじゃ。第一項には小売協会への忠誠を書き、第二項に殺人行為の禁止を記した。なぜか。無論人間を殺せば殺した者の権限レベルが上昇してしまうからじゃ。禁忌目録を配布し、小売協会の支配を絶対的なものにしたクイネラだったが、求めたのはさらなる権限、さらなる秘跡、己に与えられた最後にして絶対の限界、天命すらも超越するほどのな。そしてついにクイネラは手に入れたのじゃ。この世界に存在するシステムコマンドの一覧をな。掩体やコマンドリストの呼び出しに成功したクイネラは、まず自分の権限を最上位にまで引き上げた。カーディナルシステムのみが持つ権限のすべてを己に付与していったのじゃ。地形や建築物の操作、アイテムの生成、そして天命の操作までもな。天命の操作？それはつまり寿命の限界を突破できるということよ。クイネラは天命値を全回復させ、天命の自然現象を停止させ、さらに容姿の回復を行った。アドミニストレーターはなぜ氷協会を作り、人界の支配を目論んだんだ。もともとは彼女の持つ世界で最も利己的な意志と際限のない支配欲に駆られているだけだった。じゃがその欲望ゆえに、奴は自分と同等の権限を持つ存在すらも許せなかったのじゃ。それはカーディナルシステムそのもののことか。しかり。じゃがいかに神聖術にはたけようと、所詮クイネラは科学文明とは縁なきアンダーワールド人じゃ。クイネラはカーディナルシステムそのものを己に取り込もうとし、その結果カーディナルシステムの基本命令を己のフラクトライトに書き換え不可能な行動原理として焼き付けてしまった。権限レベルだけを奪うつもりが、カーディナルと自らの魂を融合させてしまったのじゃ。カーディナルの基本命令ってのは具体的には何なんだ？秩序の維持じゃ。その命令を魂に書き込まれたクイネラは混沌し、一昼夜眠り続けてから覚醒した。その時にはもう彼女はあらゆる意味で人間ではなくなっておった。老いもせず、水も飲まず、パンも食わず、欲するのは己が支配する人界を今のまま永遠に保つことのみ。クイネラがアドミニストレーターとなってから70年後、彼女は己に何らかの異変が起きたことを自覚した。睡眠時以外でも短時間意識が途絶したり、数日前の記憶が再生できなかったり、何より完璧に暗記しておるはずのシステムコマンドを即座に思い出せなくなるという感化できぬ現象じゃった。彼女は管理者コマンドを駆使して己のフラクトライトを詳細に検査し、その結果に戦慄した。なんと記憶を保持するための領域の容量がいつの間にか限界に達しておったのじゃ。当時、つまり今より200年前のことじゃ、氷協会のシスター見習いとしてセントラルカセドラルの仮想で神聖術を学ぶ年の頃10ばかりの女子がおった。アドミニストレーターはその女子をカセドラル最上階の居室に連れてこさせると、慈愛に満ちた聖母の微笑みで迎えた。奴は言った。あなたはこれから私の子供となるのですよ。世界を導く神の御子に。アドミニストレーターはその女子のフラクトライトに己がフラクトライトの思考領域と重要な記憶を上書き複写しようと考えたのじゃ。じゃが失敗した。失敗？そうとも。なぜなら女子に乗り移り、それまでの自分を処分するその一瞬だけ、同等の権限を持つ神が二人存在してしまうことになるからじゃ。
教えてくれカーディナル、あんたは一体何者なんだ。まだわからぬか。クイネラが己の魂に刻み込んでしまった基本行動原理は一つではなかったのじゃ。メインプロセスに与えられた命令、世界を維持せよ。そしてサブプロセスに与えられた命令、メインプロセスの過ちを正せ。サブプロセス、過ちを正す。つまりクイネラは魂のコピーを行うために別の少女のフラクトライトに自分の人格を上書きした。あんたはその少女に人格が上書きされた際に肉体を獲得したもう一人のクイネラ。正しくはクイネラがカーディナルプログラムを取り込んだ時から存在していたサブプロセス、そういうことだな。いかにも。わしは奴の魂の複製儀式の際に新たな肉体を得てしまったサブプロセス。わしらは互いに見つめ合い、直後圧倒的な敵意を意識した。それはどうしても目の前の存在を許すわけにはいかないという本能に近い情動であった。そしてその瞬間にわしとアドミニストレーターの戦いが始まったのじゃ。初めて対峙した時、我らは神聖術によるほとんど互角な戦いを行い、死闘を繰り広げた。じゃが奴は最後の最後で戦っていた空間を丸ごとシステムコマンド禁止アドレスに指定しよったのじゃ。その結果わしは奴に敗北したというわけじゃ。そしてわしは敗走して大図書室に逃げ込み、術式で扉を破壊しカセドラルからこの空間を切り離した。あんたはアドミニストレーターに敗れこの大図書室に逃れた後ずっとここにいたのか。うむ。そしてわしはここで200年にわたってお主のような協力者を待ち続けてきたというわけじゃ。アドミニストレーターはわしが動くより先に奇襲を警戒し、それに対抗する手を打った。職務の大部分を代行させ、同時に最強の守護者となりうる忠実にして強力な手駒を揃えたのじゃ。それこそが聖号騎士であり、彼らの誕生によってわしの奇襲が成功する確率は限りなく低下した。それにわしは一人、対して奴は聖号騎士を有する巨大組織のトップじゃ。だから協力者を求めたのか。うむ。とはいえ協力者は禁忌目録を破ることができ、さらには戦闘能力及び高度な神聖術を扱える必要がある。わしは条件に合致した人物を見つけるために鳥や虫を使い魔として全世界に放った。そんな中わしの耳にアドミニストレーターが配置した破壊不能オブジェクトが破壊されたという情報が入ってな。わしはオブジェクトを破壊した若造2人を見つけ、使い魔の1人にその動向を探らせることにしたのじゃ。名前はシャーロットじゃ。ルーリットの村を出たその時からお主とユージオの言動を見聞きしておった。あ、じゃあたまに髪の毛をツンツン引っ張られるような感覚があったのはもしかして。わしはまずお主と相棒が人の手ではほぼ破壊不能なオブジェクトギガスシダーを破壊したがゆえにその理由を探らせた。そしてお主らがたった二人でダークテリトリーからの先見偵察部隊を撃退したと分かったのじゃ。さらにシャーロットを通して観察を続けるうちにお主が禁忌目録に縛られておらぬことを知った。またお主が外部から来た人間であることもな。わしはそれゆえお主を最大の希望として見出したのだ。そうだったのか。あれは俺に宿った霊感でも直感力でも何でもなかったってわけだ。もしかしてあの時も育ててたゼフィリアのつぼみを切られた時俺を励ましてくれたのも君なのか。
ありがとう、シャーロット。氷教会の支配下にある最強の守護者、聖豪騎士。彼らは一体何なんだ？事実は核も残酷なものでな。アドミニストレーターが禁忌目録違反による反逆を恐れるがゆえに作り出した手駒に過ぎんのじゃよ。アドミニストレーターはシンセサイズの秘儀なる儀式により元の記憶を奪い、その代わりに忠誠意識を植え付ける。そうして生み出されたのが聖豪騎士なのじゃ。そのシンセサイズの秘儀ってのは一体何なんだ？やつが違反指数の高い人間を山ほど研究材料に使い生み出した術式じゃ。対象の記憶の一部を奪い、代わりに己への忠誠を強いる。パイエティモジュールを頭部に埋め込む。わしがお主を協力者に選び、アドミニストレーターを倒さんとする理由は、失った権限を取り戻すためだけではない。ましてや禁忌目録という鎖に縛られる民を解放するためでもないのだ。どういうことだ？いずれ外部の人間がこの世界に与える運命、最終孵化実験、その日が来るまでにわしが全ての魂を静かに痛みも苦しみもなく眠らせるためじゃ。最終孵化実験ってのは一体何なんだ？うむ、まず前提として、この世界を作ったラースは人工フラクトライトたちの幸福な営みなど望んではおらぬのだ。むしろその逆、民たちを巨大な万力でゆっくりゆっくりと締め上げて、どのように抗うのか観察するためにのみこの世界は存在する。一体何が起こるんだ？人界という卵を挟み込む万力がついに殻を割るのじゃ。闇の世界の住人たちは人間と同じフラクトライトに殺戮と強奪の行動原理を付与された存在じゃ。彼らは単純に力の優劣をヒエラルキーとする体制によって組織化され、原始的じゃが強力な軍隊を作り上げておる。その集団が彼らの言葉でイウムと呼ぶ人海人の領土に攻め入り、暴虐の限りを尽くす日を今か今かと待っておる。おそらくそう遠い未来の話ではないぞ。これがアンダーワールドという世界の歴史と待ち受ける苦難の全てじゃ。なるほどな。それじゃあ最高司祭であるアドミニストレーターを倒して、あんたがカーディナルシステムの全権を取り戻したとしても、最終孵化実験による闇の軍勢の進行は止められないんだな？うむ、それにもし仮にわしが全権限を回復し一撃で闇の怪物を焼き尽くすコマンドを編み出せたとしても、わしはそれを使わぬよ。なぜなら彼らとて望んで怪物となったわけではないのじゃ。ダークテリトリーに住む種族たちも人工フラクトライトを持つ存在だからか？うん、言うたじゃろ、100年考えても答えなど出ぬとな。そんな彼らを一方的に悪として断罪することなどできはしないか。じゃあ人界とダークテリトリーが和平を締結するよう試みることはできないのか？それには数百年の歳月がかかることであろう。そしてこの世界の全てはラースが掌握し支配している。和平を成し遂げたところでこの世界に先はないのじゃ。それゆえわしは最終孵化実験の到来が来る前にアドミニストレーターを排除し、カーディナルシステムとしての全権を取り戻す。そしてアンダーワールドを人界もダークテリトリーも全てまとめて無に返そう。無に返す？ああ、ライトキューブクラスターに保存されている全てのフラクトライトを削除するのじゃ。人界の民のものも
闇の民のものも一つ残らずな。それはつまり、人々が死ぬことを回避できないなら、その前にみんなを安楽死させる、そういうことか。この世界の民の魂は一瞬の操作で消滅する。何一つ知覚せぬまま消え失せるのだ。それが殺人行為であることに何ら変わりはないかな。この世界がラースに依存している以上、独立は望めぬからな。ラースにとってアンダーワールドはただの実験対象じゃ。最終負荷実験も避けることなどできぬ。そうだな、現状ではどう考えても不可能だ。これでわしが単にこの世界の人々を救うためにお主に協力を要請したわけではないと分かったであろう。ああ、よく分かったよ。あんたがどんな思いで200年間この世界を見つめ続け、その結論に至ったかもな。そうか。事情は分かったよ。どうじゃキリトよ、わしは強制できん。もしお主がわしと協力できぬとしても、望みの位置のバックドアからお主とユージを送り出してやろう。その場合はお主らが万難を排してアドミニストレーターを倒し、それぞれの目的を果たした後はこのわしと戦うことになるじゃろうが、それもまた運命というほかあるまいな。カーディナル、あんたは自分の魂はクイネラのコピーだとそう言ったよな。うむ、いかにもその通りじゃ。ならあんたにも純粋なる貴族の血が流れているはずだ。己の利益と欲望のみを追求する遺伝子が、なぜあんたは全てを投げ出し逃げなかったんだ。なぜこんな場所で一人200年も待ち続けたんだよ。愚かなやつじゃ、つくづく。ユウタロウ、カーディナルサブプロセスの存在理由を魂に焼き付けられたわしにとって、あらゆる利益、あらゆる望みはただ一つ、アドミニストレーターの排除と世界の正常化じゃ。わしにとってはもはや正常なる世界とは完全なる虚無に返すこと以外に実現できぬのじゃ。ゆえにわしは、いや違うかな、わしにも欲望はある。たった一つ、この200年どうしても知りたかったことが。おいキリト、お主も立て。は？ということか。あったかい。やっと報われた。私の200年は間違いじゃなかった。この温かさを知っただけで私は満足。報われた、十分に。
いつまでぼーっと突っ立っておるつもりじゃ。そりゃないよ。それで結論は出たか。わしの提案に乗るか、それとも蹴るか。わかった、あんたの作戦に乗るよ。でも俺は考えることはやめない。この先聖豪騎士たちやアドミニストレーターとの戦いが始まっても何か手段がないか探し続ける。孵化実験段階の悲劇をどうにか回避して世界が平和に存続できるような解決策を。やれやれ、とんでもない楽天家じゃな。分かっておったことじゃが。だってさ、俺はあんたにも消えてほしくないんだ。10人選べと言われたらそこにはあんたも入れるよ、間違いなく。その上愚かなやつじゃ。わしが脱出してしまったら誰がこの世界を消去するというのだ。だから状況は理解したけど、悪あがきは放棄しないって言ってるだけだよ。お主にもいつかは諦めることの苦さを知る時が来る。力尽くして及ばぬことではなく、及ばぬであろうという推測を受け入れなくてはならぬ時が。さ、相棒もそろそろ歴史書を読み終わるじゃろうし、今後の具体的な行動計画は有事を交えて話そう。そのためにもまずは現実世界の知識などを除いた最低限の情報をあやつに教えてやらねばな。俺は戻ってきたユージオに事情とこれからのことを説明した。そうは言ってもあくまでも簡略化した説明だ。聖豪騎士たちはシンセサイズの秘技で記憶を抜かれて氷教会に忠誠を誓わされた存在であり、追放されたもう一人の最高司祭カーディナルは聖豪騎士たちとの戦いに協力してくれるということ。そしてカーディナルの目的はアドミニストレーターを倒し最高司祭に復帰することなのだと、それだけを伝えた。外の世界や孵化実験の後に待つアンダーワールド人の結末に関して話すことは俺にはとてもできなかった。それでもいつかは切り出さなくてはならないだろう。だが今はそれを考えている暇はない。記憶を抜かれ氷教会へ絶対の忠誠を誓わされた存在、それが聖豪騎士。カーディナルさん、それではあのアリスはやはりアリス・ツーベルクと同一人物なのですか。すまんが、わしがこの場所で手に入れられる情報はごく限られておるのじゃ。アリスという聖豪騎士の出自については今となっては知るすべもない。そうですか。だが聖豪騎士を誕生、いや作り出すためのシンセサイズの秘技を解除する方法は教えられる。本当ですか。ああ、パイエティモジュールを除去すればよい。パイモジュール。エルドリエの額から出ていたあの紫色の三角水晶柱だよ。ああ、あれのこと。つまりシンセサイズの秘技を解くには聖豪騎士の過去の記憶を揺さぶってやればいいってことか。いや、それだけでは不十分じゃ。もう一つ絶対に必要なものがある。それは何です。モジュールが挿入されておる場所に本来存在したもの、つまり聖豪騎士にとって一番大切な記憶のかけらじゃよ。大抵は最も愛する者の思い出がそれにあたる。エルドリエが強く反応した言葉を覚えているか。はい、彼の母親の名前でした。それを聞いたら水晶がもう少しで抜け落ちそうになったんです。ならばそれじゃろうな。エルドリエは母親に関する記憶を抜き取られそこにモジュールを埋め込まれておるのじゃ。
全ての聖号騎士は最も大切な記憶のかけらをアドミニストレーターに奪われておる。それを取り戻さぬ限り、たとえモジュールを除去できても記憶の流れは元に戻らぬ。記憶のかけら、もしアドミニストレーターが騎士から抜き取ったそれを破棄していたら。いや、そうは思わん。アドミニストレーターは慎重な女じゃ。何かに使えそうなものを破棄したりはせぬじゃろう。まず間違いなく自らの居室セントラルカセドラル最上階に保管しておるはず。ってことは、聖護騎士を元に戻すために記憶のかけらが必要だけど、それを手に入れるには騎士たちの守りを突破してアドミニストレーターのいる最上階まで到達しなきゃいけないってわけか。聖護騎士は殺さずに勝とうなどという甘い考えが通じる相手ではないぞ。わしがお主らにしてやれるのは聖護騎士と対等の装備を与えることくらいのものじゃ。あんたは一緒に来てくれないのか。もしわしが大図書室から出れば、即座にアドミニストレーターもそれを感知し、カセドラル内の全聖護騎士とあやつ自身を相手取った総力戦となってしまうじゃろう。じゃが今ならまだアドミニストレーターはお主らを捕らえて聖護騎士とする計画を捨てておるまい。二人だけで出ていけば少数の騎士を差し向けて生け捕りにしようとするはずじゃ。その騎士たちを順に突破しつつカセドラルを駆け上る以外に手はなかろう。もし聖護騎士アリスがそなたらの前に立ちはだかったならば、これを使うがよい。これは探検？一撃必殺の秘密兵器か何かか。その2本の探検はそれぞれわしの髪の毛を変換して作ったものじゃ。世界最高の権限の持ち主であるわしの体が素材とはいえ、探検自体に攻撃力はないに等しい。しかしそれに刺されたものは大図書室にいるわしとの間に切断不可能の経路が接続される。つまりわしの用いるあらゆる神聖術が必中となるわけじゃ。聖護騎士アリスと遭遇したら体のどこでも構わんから、それをさせ、その瞬間わしの術でアリスを深い眠りに導こう。お主らが彼女の記憶を取り戻すまで。もともとは対アドミニストレーター用に生成したものじゃ。あやつの攻撃をかいくぐり体に刺してもらうためにな。一本は予備のつもりじゃったが、何、一度で成功すれば問題はない。あの、本当にいいんですか？二つしかない探検の片方をアリスのために使わせてもらって。構わぬさ。それでカーディナル、さっき言ってた聖護騎士と対等の装備を与えるっていうのは。うん、お主らの愛犬を取り戻す。取り返してくれるんですか？僕の青バラの剣とキリトの黒いやつを。おそらくそなたらの剣はカセドラルの武具保管庫に収納されておるはずじゃ。付近にバックドアを作るから武具庫に入り、剣や他に必要な装備などを手に入れるのじゃ。わかった。とりあえずこれで行動の指針は決定したわけだな。残念じゃが、もう一つせねばならんことがある。え、な、何？お主らの剣は確かに強力じゃが、それだけでは聖護騎士たちには勝てん。なぜなら連中には武器の性能を数倍に増幅する恐るべき技があるからじゃ。あ、もしかして武装完全支配術ですか？そうじゃ。人気級の武器は対象となったオブジェクトの性質を色濃く受け継いでおる。完全支配術は言うなれば武器の記憶を全解放することで本来ありえない超攻撃力を実現するものじゃ。ついてこい。少し休み、
その後に術式を組み上げるとしよう。カーディナルさん、本当にできるんでしょうか。剣の実物がないのに解き放たれた姿を思い描くなんて。ないから良いのじゃ。実物を目の前にすれば想像がそこで止まってしまう。剣に秘められた記憶に触れ寄り添い解き放つにはお主らの手も目玉もいらん。心の目があればそれで足りる。心の目か。よし、それではまず卓上にそなたらの愛犬が横たわる様を強く思い描くのじゃ。わかった、やってみます。黒いやつ。考えてみれば今に至るまでそんないい加減な仮な、あ、いや仮名で呼び続けてしまってかわいそうなことをしたものだ。付き合いはまだ3ヶ月にも満たない。関わりこそ浅いが、塚を握りソードスキルを繰り出す時の一体感、高揚感は歴代の愛犬たちに劣るものでは決してない。深く、もっと深く潜るのじゃ。剣に秘められた記憶、存在の本質に触れるまで。剣の記憶、ギガスシダーの記憶、まるで俺自身の記憶のように。周囲は深い森だが、俺ギガスシダーの周りには他の木が全く生えていない。孤独、荒涼たる寂しさ。他の木々たちと梢を触れ合わせたくて懸命に枝を伸ばす。枝をもっと伸ばそうと根から知力を、葉から葉力を思い切り吸い込む。しかし、ああ、なんということか。周りの木たちが次々と枯れ果て崩壊する。俺が枝を伸ばそうと知力と葉力を吸い込むせいで近くの木たちが枯れてしまうのだ。いつの間にか俺は森の木々たちの何十倍も大きくなり、空き地も最初の何十倍も広くなってしまった。そして孤独の深さもまた。よし、そこまで。うむ、お主たちが導いた剣の記憶、確かに受け取った。まずはキリト、お主の剣からじゃ。この紙に書かれているのが武装完全支配術の術式。あれ、この術式結びの句がエンハンスアーマメントになってるよな。なんじゃ、不満か。いや、そうじゃなくてさ、確かエルドリエと戦った時あいつが使った完全支配術は違ったような。リリースリコレクションだったかな。彼がそう唱えたらムチが本物の蛇になったんだ。あ、そうそう、カーディナル、俺たちの完全支配術にはいらないのかそれ。よいか、武装完全支配術には2つの段階がある。強化と解放じゃ。強化とは武器の記憶を部分的に呼び覚まし新たな攻撃力を発現させること。そして解放とは言葉通り武器の記憶を全て目覚めさせ荒ぶる力を解き放つことじゃ。エルドリエの総輪弁の場合は強化すると無知の射程を伸ばしたり分裂させたりできて、解放すると無知が蛇に変身して自動的に敵を攻撃するわけか。そういうことじゃ。しかし先に言っておくが、お主たちではまだまだ解放術は使えぬぞ。なんでですか。記憶解放によって生み出される攻撃力はとても術式を覚えたばかりの剣士に制御できるものではない。
行為の人気ならばなおさら、敵のみならず自分をも巻き込み、下手をすると命まで落としかねん。わかりました。さ、時間がないぞ。カセドラル3階の武器庫に通じる扉からお主らを送り出す。ユージよ、そしてキリトよ、世界の命運は今やそなたら2人に託された。地獄の豪華に包まれるか、全く虚無に沈むか、あるいは第三の道を見出すか。わしはもはや告げるべき全てを告げ、与えるべき全てを与えた。あとはただ信じる道を行けばよい。ありがとうございます、カーディナルさん。きっとカセドラルの一番上までたどり着いた。アリスを元に戻してみせます。では行くのじゃ。誰もいないね。武具庫なんだから衛兵がいるだろうと思ったけど、そもそも氷教会に盗みに入る人間なんかいないよな。でも僕らの侵入はもうバレてるんだよね。なのに随分と余裕あるな。実際余裕なんだろ。俺たちごときを探し回るまでもないってな。つまり次に聖豪騎士と出くわすときはよっぽどの大人数か、よっぽどの強者だってことだ。せいぜいこの猶予時間を有効利用しようぜ。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。おお、すごいね。さすが氷協会の武具庫なだけあるよ。ソルデリーナ先輩がここに来たら感極まって卒倒するかもな。教会はいずれ自前の軍隊でも作る気なのかな。聖豪騎士だけで十分だろうに。うん、闇の軍勢と戦うため？いや違うか、逆だな。軍隊を作るためじゃない、作らせないために教会はここに武具を集めたんだ。多分ここにあるのは全部人機か、それに準ずる強力な装備だろう。アドミニストレーターは氷協会以外の集団が強い武器を手に入れて無用な戦力を持つことを警戒したんだ。え？どういう意味だいそれ。たとえどんなに強い武器を持ったところで氷協会に歯向かおうとする集団なんてあるわけないじゃないか。つまり教会の権威を一番信じてないのは最高司祭様ご本人かもしれないってことだ。おっと、見つけたぞ。いつまでも感動してないでさっさと吊るせよ。おう。ここは防具置き場かな。どうするキリト、これだけあれば僕らの体に合うのも見つかるし、鎧も借りてく？いや俺たち鎧なんて着たことないだろ。慣れないことはしない方がいいよ。あの辺の服だけいただこう。エルドリエとの戦いなんかでこの服もそろそろ限界だろ。確かにこのままじゃそのうち服だかボロ切れだかわからなくなりそうだね。よし、さっさと着替えちゃおうぜ。きっとこの服もそれなりのいわくつきなんだろうな。聖豪騎士の攻撃を多少は止めてくれるといいけどな。そりゃ期待しすぎってもんだよ。さてと、
そろそろ行こうか。なあ、行こう。さてと。だけど、そうだ。